先島諸島と沖縄本島地方では3日から警報級の大雨の恐れがあります。台風の接近が週末に重なります。最新の防災気象情報を活用し、早めの防災対応をお願いします。沖縄気象台によりますと、猛烈な台風11号はあさって3日から4日にかけて先島諸島や沖縄本島地方に接近する見込みで、3日からは警報級の大雨となる恐れがあります。もうどうせ漁できないの、できなかったらどうせ早めにやって早くやっておく。台風の接近が見込まれる石垣市では、漁師が船を係留したり、職員が建物への出入り口にネットを張ったりして対策に追われていました。こちらのスーパーではご覧のようにカップ麺がほとんど売り切れてしまっています。台風の影響で一部の商品の入荷が遅れているということです。宮古島市では台風に備えて食料品を蓄えようと、住民がスーパーに買い出しに訪れました。台風で食べ物なくなるから食べ物買いに来た。何買ったの？パンとハンバーグ買った。2日前にも台風来るようで買いだめしました。もうなくなる前に、はい、家の前は全部片付けて、で植木も片付けてですね、もう飛ばないように、はい、全部してます。宮古空港では帰りの便を予定より早める観光客の姿も。明日までいる予定でした。なんで今日帰るの？台風でもしかしたら明日飛べなかったら5日とかになっちゃうかもって言われて、そしたら予定もあるんで早めようってなって。先島諸島ではあさって3日から、沖縄本島地方では4日から暴風となる見込みです。